こう、うん、すんごいいい話だよね、うんうん、完璧な話だった。そうだね、うん、あとは話し方の問題じゃないですか、うん、結構練習したんですけどね。そうなの？何回も。じゃあ、分かった。稽古は積んだの？同じ話を、今のエピソードを毎回話すよ、収録後で、うん、そう収録後で落語と一緒だよ。そうだよね、あの目黒の様とか一緒だよ、うん、どんどん上手くなっていくから、うん、それ同じ話を毎回やるよ、うん、あ、そうですね。そんな話していけばそのうちちゃんと覚えてってなんか上手い具合に、うん、どこを はしょって、うん、どこをボリューム上げてとか、はい、いろいろあるじゃん。最後の方、うにゃうにゃうにゃってなっちゃったじゃん。すっげえ面白いところなのに。そう、あそこの下げなのにね。そう。下げがものすごい雑だったから。いや、言うたけ使っちゃったやつ。そうじゃない。なんか若干早口みたいになっちゃって。落ちだからちょっとゆっくりめに読んで。ゆっくりめでさ。俺なんかわーってなってる時にお辞儀してさ。そう。大事に帰るわけだ。間をさ、欲しかったんだよね。うん、ねみたいな。そう、いや、飲んでる時に、翔太コーラあの話してよって言われたら勝ちだよ。ちなみにその飲み会で僕一個毎回振られる話があるんですよ。僕一回それ話してもいいですか？あ、いいですよいいですよいいですよ。ちょっと一回その別なところで話しちゃってることもあるかもしれないですけど、うん、そのじゃあいいですよね。話しはいや、いや、でも話しちゃったらいいや。そうそうそう、いや。いいよ、ほら、じゃあ話せよ。いいですか。あの僕気持ちいいことが大好きなんです。気持ちいいことが大好き、うん、でそれってなんて言ったらいいんだろう、その女の人がめちゃくちゃにされてるのも好きだし、男がめちゃくちゃにされてるのも好きなんだ。どっちも好きなんだ。どっちもなんかたまんないですよ、うん、である日その YouTube 見てたら、うん、なんか猫、メス猫の、ね、うん、その発情期の、その発散のさせ方みたいなやつがあるんですけど、うん、その発散させ方がその綿棒を使うんですよ、うん、でなんか猫が自分のところに来てなんかお尻を向けるらしくて、うん、でそれでなんかもう綿棒でこう周りをこうポン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 ってこう刺してあげるんですよ、うん、そうすると猫も喜んでこうお尻がクン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 とか上がったり、付け根のとこポンポンポンとするともう下に下がったりみたいな感じでやるんですけど、こうファ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 ってやって最後プシッと刺してあげるんですよ、綿棒、うんうん、そうすると猫ってもう今まで聞いたことないようなもうすごい声出すんですよ。ブラーンみたいな、なんかもうすごいんですよ。そうです。で、なんかもう刺して抜けたらもうグニャグニャグニャみたいな体がよじるんですよ、うんうん、ドーッと思ってて、僕はふとパッと見たらガッチガチ勃起したんですよ。いや、いい小話だと思います。なんで下げんとこうさ、うん、早口でさ、うん、ゆっくりやって、ね、間が大事って俺言ったよ ね、 ね、あの猫の行く時の声とかすごい良かったよ ね、 そうそう、良かったよね。なんでそこを台無しにすんの、ね、すっげえいい。いや、いい、うん、今のは本当に良かった。じゃあこれ宿題2な、うん、それもちょっとな。猫八しようかと思ったよ。キャバクラの話してた、さっきの話、はい、猫の話してた、これな、はい、面白いですね。いや、いい、どっちも全然話は本当に完璧だと思いました、うん、はい、猫の方はキュッとまとまっててね、うんうん、オチも綺麗だったし、すっげえ早いんだよな。オチも綺麗だ。綺麗ではない、綺麗ではないけどスーッとまとまる。でもね、納得するオチですよ ね、 なんかね、下っぽかったけどね。あ、なるほどって、ほーっていう、ね、最初の振りが効いてるよ ね、 てるね、自分の性癖を明らかにした ね、 ね、そう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 、うん、そう、あれお前のはラジオうまいんじゃないの、もしかしてあっちの2人より。おお、待ってくれよ。あ、ラジオじゃあ2人でやる。うまいんじゃないの。いや、俺は、うん、ちょっとラジオは三田さんと合うんじゃないですか。うん、俺もそう思うんですよ。実は2人のラジオが聞いて、うん、2人のラジオが聞いてみたいなと思うんですよね。あ、もう1時だ、うん、そろそろあのラジオかな。大筒翔太くんのアロマデイオリターンズ。いやー、はい、あっという間に戻ってきましたよ。
いやそうですね。でも初めてなんだよね。確かに僕も大津さんとやるのは初めてなので。ラジオも初めてでしょ。ラジオもやるのは初めてです。ラジオ聞いたことある？ラジオそんなないんですよね、実際のところは。じゃあ何が好きなの？どういう風にやりたい？これそれはラジオ関連とかじゃなくてってことですか？ なくてもう番組だとして。猫が好きですね、僕は。猫が好き、はい、猫が結構好きなんですよ、その動物として。じゃあどうする？ちょっと一発目に名刺代わりにちょっと猫の話しとく？あ、じゃあちょっと一回、じゃあ僕が猫の好きなエピソードを一回してみますか。はいはい、お願いします。ですね、僕その全体的に猫が好きなんですけど、もともとがやっぱ気持ちいいことがすごい好きで、そうなんですよ、あれすごい聞いたことある？ちょっと待って、まあ、気持ちいいことがすごい好きで、そうなんですよ。それはもう男も女も関わらずもう気持ちいいことが好きなんです。気持ちいいことされてることが好きなんですけど、男も女も、はい、そうなんですよ。で、猫って、その、なんですか、発情期、メスの猫って発情期の時にすごいその欲するらしいんですよ。欲するっていうか、求めるの？求めるらしくて、それを、まあ、綿棒とかでこう発散させてあげた方が猫のストレスも抑えれるやつがあるんですけど、まあ、そのやり方としてはなんかもう猫が来たらもう腹筋をポン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 と触ってあげて、でなんかもうすごい喜ぶんですよ、ポンポンポンって。で最終的にシュッてこう入れてあげると、シュッてどこに入れるの？いや、もうその穴ですよ。穴シュッて入れてあげるともううわーんみたいな感じになっちゃって、もうすごいんですよ。もうすごい体もグニャグニャってやるし、あーってなるんですけど、僕それを見た時にパッて見たらガッチガチにボックスしてます。いやー、猫の好き感が伝わればなと。いや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 、えぐいんでチャンネル変えましょうか、なんかクオリティ下がってる。そう、俺は俺が一番好きなとこ言うよ。ポン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 、クイ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 、そう、ポン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 、あそこね、クイ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 が2回欲しいんですよ。あー、なるほど、ね、全くなかったもん。師匠の目は厳しいね。そこでしょ。うん、確かにあそこ、あのリズム感が1回目がすげえ良かったのに、ポン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 。やっぱ稽古が必要だね、我々にはね。大師匠の目が厳しいっつうね。いやー、翔太くんすげえな。でも本当に勃起したの、それ猫？本当です。ちょっとエグいんで変えますね。なんで膨らまそうとするんですか？ちょっと俺そういうの信じられないからさ。じゃあ10番で。謎謎ってこと、クイズってこと。クイズ、沖さんの得意ななんかちょっとした物知りクイズ。トリビアクイズ、うん、いやトリビアじゃなくてもいいか、うん、ランプはランプでも火をつけると使えなくなるな、ランプはなんだ。スランプ、火をつけるとだよ。火をつけると、うん、火をつける使えなくなるランプ、うん、トランプ。そう、イエーイ。謎謎っぽい。アハ体験。え、じゃねえよ。え、今のリアクション。待ってくれ。今綺麗な謎謎だよ。トランプに火つけたら使えなくなんだろ。ランプなのに。そう、紙だから。あ、そういうことか。そういうことか。ふざけないでください。なんすかそれ。なんか謎謎言ってるの。謎謎。謎謎。うん。アハ体験できるやつ。あ、わかりました。はい。北海道、北海道、東京、うん、大阪、うん、沖縄、うん、この中であの眠れない県が、あの県の人がいます。北海道、それは東京、どこでしょうか。はい、はい、沖縄。なぜ？え、謎謎じゃないでしょ、クイズでしょ。まあ、クイズでも謎謎でしょ。謎謎です。あ、謎謎か。俺真面目に考えました。2週間がないからって。謎謎です。だから北海道がね、根室っていうのが関係あるのかな、ちょっと思った。根室だからね。って思ったんだけど、はい、他が分かんないなと思って。はい、東京。はい。はい、眠れぬ街だから。違います。謎謎じゃねえじゃん、それ。あ、はい、はい、大阪、はい、なるほど、もう納得です。え、もう超納得。え、何？あ、はい、はい、わかった。大阪、大阪、大阪やるね。なるほど、なるほど、それは言うな。いや、言わないんだけど、言わないけど。待って、あ、わかった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 、分かった、言っていいの答え。いいですよ。不眠ってことでしょ。
そうです。あーイエーイ。そうか、悔しい、はい、最後だったね。なんなんこれ、なんなんだよ。何がイエーイ。まあ ね、謎出してくださいって言われたからさ。いや、あの、あれかなと思って、違うんですよ、平成元年に出たパステロって思ったんですけど、うん、じゃあパステロ市場が100万台を突破したのは平成何年のことでしょうか。多分初代北斗でしょ、これ。違う。違うの。もっと前じゃないですか。100万。はい。はい、どうぞ。平成10年、ニューパルさんの時。ニューパルはもっと前ですよ、ね。もっと前。はい、ニューパラは多分平成5年6年あ、じゃあ5年、平成5年5年、うん、ちなみに CT が出て、CT マルチライン大量獲得が出てきたのが平成10年です。10年、じゃあ平成で、日電機のまんま育成が平成14年です。ああ、じゃあ平成13年じゃない。ああ、いいとこ行ってるかも、うん、13年いい、いいとこで、何でしたっけ。僕は5年。5年、僕はじゃあ11で。ああ、いいとこ行ってる。答えは正解。おお、すごい、すごい、すげえな。え、何、大北斗。いや、トータルのあれなんだ。トータルで、いや、 AT 前ですね。 CT、AT が12年なんですよ、平成12年。その前なんだ。 AT、ST が平成12年なんで、うん、CT の後からアステカとか。アステカの頃なんだ。へぇ、増えた、増えた、確かに。へぇ、知らなかった。へぇ、昔はだってパスワンって、ね、パチンコワーってある中のワンボックスとか、うん、1メーカー2機種しかね、出せなかったからね、2号機時代は。そうなんだよ、うん、だから複数、これおじさん話みたいになっちゃうけど、同じ会社が子会社じゃないけどね、ユニバ。1年で2機種しか出せないんだよ、うん、時代は、うん、その頃メーカーってどのぐらいあったんですか。20社ぐらい。あ、そうなんです。ってことは年間でもじゃあ30、40ぐらい、ね、多くて。だから寝台で買いなんつったらお祭りよ、うん、うん、何回喧嘩したか。それはあんただけだよ。いや、横入りすんなだ、うん、ね、抽選がなんだらってもうちゃんと並ぶなんて文化ないから。だから整理券初めて目にした時に、あ、これで争いは減るって思ったもん、うん、こいつ考えたの偉いな、整理券っ って大阪の知り合いで寝た人がいたって。5台を取るバーって言って、その島こう、ね、寝るの、うん、あのこれはこういうあれでタバコとかじゃなくて、うん、椅子を5個撤去して、うん、手の先から足まで5台取ったっつって。すごいね。僕一度、あの、僕 G&E っていうとこから学校卒業してるんですけど、 その講師の方が、はい、あの岩佐さん。ああ、岩健、うん、好きでしょ、うん、はい、岩佐さんなんですけど、一度その岩佐さんから、その木村さんと一緒にその打ちに行くみたいな話があった時に、その岩佐さんは最初に並んでて、多分木村さんその前とかに多分いたはずなんですけど、なんか途中なんかガンプラだかを買いに行くだかっていう話になって、なんかその戻ってきた時に誰かに横入りされたかだかなんだかって言ってて、それ見た途端にガンプラ持ちながらこうやってスリーパンチしてたみたいな話を聞いたことあるんですよ。いや、ガンプラは本当なの？あの、普通に考えてそんな時間ガンプラやってないですよ。そうだね、おかしいなって思ったら。いや、でもちょっと前ほら大阪城との抱き合わせの話がまだそんな年までガンプラ組み立ててんだって意外な一面あるなって思って。ホビージャパンとか買って、そうそうそう、相当昔の話だと思うんですけど、多分ね、兵庫の話だね。あ、そうですか、うん、スパンキーかなんかの裏も。あ、裏も打つのみだ。へめちゃくちゃ優しい先生でしたけどね。そうっすか。あの文章とかも持っていけばちゃんと見てくれて、次の講義の時には。でも偏見があるからな、彼は。もう自分がこうだっつったらもう曲げないから、うん、なかなか頑固なとこがあるんですよ。あ、そうなんですか、うん、ありますよね、うん、頑固は頑固だと思うね。一生アステカ2000年問題で俺とキラさん対岩佐健二っていうので2日間話し合ったの。何それ。何すか、アステカ2000年。アステカの特集を、うん、組むときに、うん、2000年だったから、うん、アステカ2000、ちょうどパソコンの2000年問題が流行り始めた言葉として、キャッチーだから、これアステカ2000年問題っていいよね、うんうん、俺とキラさんあすっげえ盛り上がって、で岩健がアステカ担当だから、うん、このタイトルでさやろうよ、特集から何ページで8ページでっつって、僕そのタイトルダメっすね。いやっす。
え、なんでめちゃめちゃいいじゃん世の中的にも、うん、なんか珍しく俺とキラさんがもう超ガッチリで、うんうん、アステカ2000年問題最高じゃんっつって、うん、ダメっすね2000年問題とか使いたくないですね僕、あ、頑固に断って結局使わなかった、へ、うん、そういうことがあって、はっきり覚えてますね、何にこだわってんのかなと思っていまだに本人には聞きたいですけどね、うん、そんなダメだったかな、呼びます、呼びます、今度今度指定のね、助と、ね、翔太くん来たら面白いかもね、覚えてんのかな、そういう先生は、そういう生徒さん、あ、覚えてます、あ、そんなもんなの、はい、時々行ったりしても、ああ、おーやってるんだ、はい、へえ、そうなんだ、なんで言い訳の話してんの俺いくらでも話せるけど、なんで言い訳の話でさ、ライターでムカつくのはあのマッスルです、すげえ本名でやってるんですよ、峠なんとかってもう言うんですけど、で送ろうと思う時にマッスル出てこないんですよあ、なんだっけ、ね、で、あ、そうだ本名だって言っても本名